石松じゃん。ちょっと待って、石松がいた今。めたくそ顔でこれめたくそやられてたよ。大丈夫なんかこいつ。ゆっくり見てみよう。 0.5 倍速でお届けしましょう。これよく死者出るだろう。これだって稲妻イレブン。多分でもさ、俺思ったんだけど、1リットルの涙と一緒で、もしかしたら、そういう難病の可能性がある。手が正面にある状態で顔に当たってるってことは、反応ができてないってことじゃん。転んだ時に顔に怪我するってことは、もしかしたらその神経伝達系の病気かもしれないから、この子早めに病院行った方がいいかもしれない。俺心配なんだよ。そういうのになっちゃう。いやいや。疾風脱出バカだ。なんかもう山ちゃんが、山ちゃんがさ、19号に殺された時みたいなんじゃない。腕を貫かれんじゃない、お腹を。早い、間に合うか、魔人ザハンド。えボールは、え殺される。ちょっと待って、強すぎる。化け物か。おい、強すぎるって。次元が違いすぎる。